本社が入居していた新宿モノリスビル株式会社 K ソリューションはかつて存在した KDDI グループのネットワークインテグレーターである2001年10月1日に KDD ネットワークシステムズ株式会社と国際テレコメット株式会社が合併株式会社 K ソリューションに社名を変更し発足したさらに2004年11月1日 KDDI グループ4社と合併、株式会社 KDDI ネットワークソリューションズに社名を変更したい転籍。2001年10月1日、K ソリューションが発足2004年4月30日西日本支店を閉店2004年11月1日、KDDI グループ4社と合併、KDDI ネットワークソリューションズに 社名変更1996年7月29日、KDD ネットワークシステム設立1999年1月21日、チューブテレコミュニケーション株式会社と SI 事業で、業務手計2001年10月1日、国際テレコメットと合併し、K ソリューションに、社名変更1984年11月1日、旧国際テレコメット設立2001、 代表取締役社長、天野正樹東京都文京区本駒込2の28の、に文京グリーンコートセンターオフィス22階大阪市、中央区ビンゴ町1の5の 2KDC ビンゴ町ビル1階、沖縄県那覇市目2の4の 14JB 那覇ビル4階通信事業者向け、シスコハイエンドルータ設立年月日は、存続会社である旧 KDDI、ネットワークシステムズの設立日になっている。 ABKDDI 株式会社 KDD ネットワークシステムズ株式会社と国際テレコメット株式会社の合併について2009年12月1日閲覧 ABKDDI 株式会社子会社の統合について新会社株式会社 KDDI ネットワークソリューションズの発足2009年12月1日閲覧 KDDI 株式会社 KDD ネットワークシステムズとチューブテレコミュニケーションの SI 事業に関する業務提携について2009年12月1日閲覧 KDDI 株式会社 KDD ネットワークシステムズ株式会社の設立について2009年12月1日閲覧株式会社マクニカ、エリスプイスシリーズで販売パートナー契約を締結 2009年12月1日閲覧、IT メディアエンタープライス、K ソリューション、ネットワーク管理システムを組み合わせた QOS 測定ツールを発売。2009年12月1日閲覧、ありがとうございます。